モルフォー、ギュゼルユルトは北キプロスのギュゼルユルト地区の中心都市である。1974年のトルコのキプロス侵攻以前はギリシャ系が多数派だったが、現在はトルコ系が主である。人口は約1.8万人で、リンゴや野菜、グレープフルーツ、メロンが主要産品である。柑橘類の大部分は輸出され、残りはジュースや缶詰にして、 国内外で消費される。モルフォー地区はキプロスの柑橘類の半分を生産する。2週間も続く未完済が有名である。スパルタがアプロディーテへの誓いによってモルフォーを設立した。中世にはモルフォーやテオモルフォーとして知られていた。16世紀から17世紀のオスマン帝国時代にはアマの輸出で有名だった。 イノル広場1907年から1948年の間、モルフォー駅はキプロス国鉄の主要駅だった。1960年にはギリシャ系が6480人、トルコ系が123人、マロン派が32人住んでいた。1963年、地のクリスマス事件が発生した。1964年1月、これを受けてトルコ系住民の2、 3が、町から避難した。1974年、トルコのキプロス侵攻によって、全ギリシャ系住民は、モルフォーを離れ、キプロス島南部に避難した。モルフォーには、南部から避難してきた、トルコ系住民が移住し、避難民の町となった。トルコから輸送網を通して、水が届けられ、モルフォーの農業は維持されている。2000年、北キプロス政府は、 トルコにモルフォーミ大学を設置するよう申請した。2005年、トルコの国立大学である中東工科大学がモルフォーキャンパスを開設した。1977年から町がモルフォーミ関西を開催している。祭りには地元やトルコの歌手、バンドが招待される。2015年にはモデルやピンハに SOS が演奏した。祭りと同時期に 町がゴルフ大会を開催している。モルフォーには聖ママス教会遺恨博物館とモルフォー自然考古学博物館がある。自然考古学博物館にはキプロスの新石器時代からビサンチン時代の遺物や標本が収められている。聖ママス教会は毎年ギリシャ系住民が集会を開いている。1930年代のイギリス植民地時代には バンダブリア市場が設置された。モルフォーは EN、バインイとユールマス SK の本拠地である。このチームは2014年から2015年には第2部で試合をした。3位で終了し、第1部に昇格した。EN、ボフユー LK、ユルデュー SK の本拠地でもあり、こちらは2015年から2016年に第1部で試合をする。超英劇場には来た。 キプロスやトルコから劇団が訪れる。2014年には上映5000回を突破した。聖ママス教会聖ママスはモルフォー近郊の洞窟で隠者として暮らしたと伝えられている。伝説によると彼はとても貧しく朝税に訪れた役人から逃げ続けた。町に戻る途中で捕まった際には獅子の背中に乗って兵士を蹴散らし逃げた。 この事件により彼は税を免除された。教会は現在は遺恨博物館になっている。モルフォウを含むキプロス島は地中海性気候とステップ気候の教会に位置する。夏は暑く乾燥し、冬は寒く湿潤である。ありがとうございます。